といえば食欲の秋、大気シャトル役の大坪ゆかです。ゆかちん。そして、はい、秋といえばさんまご飯、オールボディオールゴーストこと前田れなです。そして、はい、秋といえばキングの秋ということで、キングヘイロー役佐伯織と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、そこそこパカライブ TV はウマ娘プリティダービーの出演キャストが私のね、最初のそうテキストラスバージョンね、ウマ娘プリティダービーっていうサインゲームするっていうあれ電車で鳴ると大変だから、はい、ウマ娘プリティダービーの出演キャストがそこそこ集まって、そこそこのトークをそこそこの撮れ高で収録したまったり自由な番組でございます。はい、はい、今回は私たち3人でお送りします、はい、感想やツッコミなんかは、ハッシュタグパカライブ TV をつけてツイートしてください。お願いします、はい、ぜひぜひたくさんツイートしてください。ね、はい、またパカチューブのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて、そこそこに集まった私たちですけれどもそこそこに集まった、ね、なんかそこそこパカライブ TV っておっしゃっておりますけれども、うん、はい、スタジオめっちゃ豪華よね。いや、そう、いや、そうなんですよ。がっつりなのよ、ね、うん、だってこれ噂の、いや、めっちゃ、ね、存在感やばくない？そう、いや、初めて見ました。そうそうそう、ね、初めて見た。なんかそこそこパカライブ TV のスケジュールが入って、うん、なんかまず思ったのが、あ、これに会えるんだって、ね、あとでちょっとここで写真撮ろう、撮ろうよ、みんなで、ね、はい、こっちもすごいし、うん、ね、そう、今日私たちの並び順にアクリルスタンドを並べていただいてる、細かい、嬉しい ね、 ね、かわいいね、うん、そう思うとすごいいろいろグッズが ね、 ね、なんか歴史、うん、ね、感じる、ね、新しい CD もあるわよ、うん、本当だ、うん、いいね。ということで、なんか、うん、最近私たちは、うんうん、サードライブで、うん、はい、こう2人デイ1で一緒だったけど、うんうん、はい、よりちゃんはねデイ2で、そうなんですよ、見てましたよ。 あ、 ありがとうございます。見てましたね。キングでした。 あ、 ありがとうございます。家で、あ、キングなんだよな。そう、家でキングキングキングコールをしていただいて、ただのオタク。いやさ、一緒に稽古とかさ、うん、あ、そうですよね、一緒になることは、ね、あって、なんか一緒に出るもんだと思ってたから、うん、なんかデイワンでね、そうやった時に、あれ、イオリいないんだけどそうなんですよ。そうそう、そしたら2で見れた、ね、あ、まあね、本当に楽しかったですね、ね、サードライブ。いや、もう終わって10月ですか。早い。確かに、あれって8月だったから、うん、末、うん、もう2ヶ月経ってぐらい、もうすぐ2ヶ月経つ。あ、そっか、早っ時早っ。ということで、はい、じゃあそれではそろそろ始めていきましょう。そこそこパカライブ TV 出走です。そこそこパカライブ TV。 まずは最初のコーナーはそこそこ裏話です。そこそこ、そこそこ、そこそこ今だから言えるあんな話やこんな話、収録やイベントの裏話など今日は何でも話していきたいなと思っております、うんうんうん、そうだね、なんか裏話って言っても、うん、結構経つもんね。そうね、そもそも、うん、我々は初期から、初期から、うん、初期のまだ20キャラもいないうちからやってて、オーディションだったんだよね。そう、オーディションだった、うんうん、それがもう6年ぐらい経つ。イオリンがいらっしゃってからは私がってから 3年、アニメの1期の時に初めて、うん、そうです、はい、ヒロがのメンバ ー、 そうなんですよ、はい、そうか、6年が経ちましたか。最初のオーディションの時のこととか覚えてる？うんうん、最初のオーディションの時、うん、テープオーディション、あ、私もテープだった、ね、だった、うん、テープでスタジオオーディションなくて、うん、もうテープで出したら、うん、はい、待機シャトルですみたいな、うん、そうだったね、最初から。え、待機だけ？あ、待機と、うん、まさかのメジロマックイーン受けてる。そうなの？
そう、なんとかですわって言ってた。そう、ハウディーみたいな。そっちだね。そっちやな。しっかり。私もね、やってて、あ、こっちかもしれない。どうだった？私は、あの、今はグラスワンダーをやらせてもらってるんですけど、うん、当時はちょっとまた違うキャラクターをやらせてもらってて、うんうん、セーブンスカイとかもやったの覚えてる。おー、やった。なんかあの気ままな感じを出したいと思って、うんうん、なんかこうモチーフにしたのが、うん、ちびまる子ちゃんのまるちゃん。はあ、そっち。そうそう、そっちの感じ、うん、なんかちょっとなんか面白い感じが、あたしゃねみたいな、なんかああいうエッセンスを入れてしまったら、もう思いっきりディレクションで、いやそれまるちゃんだからって今のせいちゃんでよかったねと思って。そう、なんかグラスになったのは、うん、なんか普通に喋っててもあんまり日本語っぽく聞こえなかったっていう褒め言葉なのか、そうじゃないのかみたいなお言葉をいただきましたけどね。あ、そうなんだ。そうそうそうだった、そうだった。いや、私はその、うん、先ほどもおっしゃってた通り、あの、うんうん、アニメの一期から、うん、あの追加するっていうキャラクター で、うんうん、でその時に私オーディション受けた時はキングヘイローを一人だったんですよ、うんうんうん、そのキングヘイローだけ の、 そのオーディションで、うん、あのボーカル歌の、うん、あの審査もありました。歌もあったの？はい、そうなんですよ。え、何の歌だった？それが、うん、未だに私もちょっと把握してなくって、 あの、全然ね、知らないバラード曲だったんですけど、なんかちょっと爽やかな感じの曲を歌わせていただいてて、いや本当にでも緊張しましたね、あの時は。うーん、そうよね。でもキングヘイローが、うん、ほとんどあの声優の活動を、うん、あの始めてから2番目ぐらいに受かったキャラクターなんですよ、うん、オーディションで。そうなんだ、はい、なんですごくね、あの時は本当に緊張で緊張で死にそうになってました。押しつぶされそうになってて、はい、アニメのさ、はい、一期の時のアフレコ現場でね、会って、うん、隣座って、はい、すごい、そうなんですよ、その時も緊張してますって話と。そうなんですよ、うん、皆様とても本当に第一線で活躍されてる方ばかりの中に私がこんなところにいて大丈夫なのかって思いながら、こう人数めちゃくちゃ多かったもんね。いや、そうかったよね、スタジオにギュッてね、はい、そうそうそう。いやでもすごくね、あの、うん、前田さんも大坪さんもすごく私にあの優しく声かけてくださっててあの大坪さんはね、一緒になんかお洗濯の話をした記憶がありますいろんな話をね、週に何回回しますかって言われて日常会話しました。私なんかすごい、なんかとてもどうしようもない話をしてしまっているなっていうのをすごいそんなことなかったよ、思ってましたが、うん、その時は、ね、その節はお世話になりました。いやいや、こちらこそですよ懐かしいですね、うん、なんかあのゲーム収録の時の話なんだけど、うんうんうん、はい、待機シャトルってすごく、うん、あの片言英語みたいな、うん、英語みたいなありがとうございますみたいな、うんうんうん、ずっと言ってて、うん、で、あのありがとうございますの時もあれば、うん、サンキューですみたいな、いろんなバリエーションある、いろんなバリエーションあるんですけど、うんうん、なんかそのサンキューっていうのがすごいテンション高く、うん、思いっきりやりすぎると、うん、すいません今パンサーの尾形さんになってしまいました言うディレクションがめちゃめちゃ何回かあって、そう、あまり強くサンキューって言いすぎるとどうしても陰に、ね、パンサーの尾形さんのこの全力のやつが頭の中でポンポンって浮かんでくるっていう。確かに。そう、まあ、それをね、うん、乗り越えて今ちゃんと送ったのに待機シャトルのねサンキューがちゃんと届いてる、うん、なんかグラスもなんとかです、うんうん、ですに大体こうなんかふにゃーっていう伸ばし棒があ、うん、あるね、ついてるんだけど、うん、それをなんかありがとうございますみたいな、うん、やりすぎる時があると、前田さんタラちゃんになってるタラちゃんだからって。ディレクターの人のそのなんか的確なんだよね何かになっちゃうってやっぱあるねはい、ということで続いては
そこそこ振り返るウマ娘をお送りしたいと思います。ゲームのことやウマ娘周りのトピックについて話をしていきましょう。最近のアップデートでね、気になったものとかを紹介していきたいと思うんですけど、まずはもうなんといってもハロウィンイベント、うん、いいね、秋だね、秋だよ。あの配布で、ミホノブルボンの賢さ、SSR、来てね、ありがたい、絶対に手に入れるんだって。これ今収録だからなんとなく時系列をね、皆さん考慮してもらいたいんですが、僕はずっと絶対手に入れるんだって今思ってます。集めるつもりだってね、もうこの放送してる時には、もう全部突してると貫突しているはず、はい。そして、ライスシャワーちゃんの星さん、かわいこちゃん、かわいい、かわいい、羽とか生えちゃって、どんな風に走るんだろう、飛んじゃうんじゃない、飛んじゃうの。ついに飛んでんだから企画外、飛びました。ね、そして星さんのスーパークリークということで、来てる、来て、一応来て、一応来てとか、なんかだいぶ肌色が、だいぶ肌色がね、すごいね、ありがたいですね、なんか包まれたいわ本当。いやね、その言葉しか出てこない。いや、なんかハロウィン一色でいいね、いいですね、きっと今年はハロウィンなんてお外でできないじゃない、だからもうウマ娘でやるしかない ね、確かに、トレセン学園でハロウィンも楽しもうと思います。そして、10月の11日から、星さんの川上プリンセスが登場しております。いいね、来たー、やっと川上プリンセスといえば、はい、もうね、キングの娘ということで、ね、いや本当にやっと来てくれたっていうね、嬉しい気持ちがとてもあります、ね、いや、まあね、川上ちゃんといえば、まあ、キングですから、まあ、もしかしたらなんかね、あったらいいなみたいな、あら、絡みがね、あったらいいななんて、そうだよね、思ってますけど、川上プリンセスちゃんはもうキングヘイローに憧れてるっていう、そうなんですよ、めちゃくちゃ可愛いです、いい ね、めでたいわ、プリンセスにしてあげたいもの、だってショーブックもすごいプリンセス感あるよね、ね、すごくピンク、ね、それがお似合い、絶対可愛いだろうな。育てよ、もうぜひゲットしたいです、私も、はい、そしてね、私たちの最近のウマ娘のプレイ事情とか、ちょっと話していきたいと思うんですけれども、私と前田さんは同じサークルに入ってるんですよ、そうなんです、なんと知ってた、知ってたよ、なんで私言ったっけ、あ、ほら、あの入ってくるより前に入ってて、で自己紹介してたから、前田です、自己紹介です、だから、あのほにゃららさんが前田さんなんだなって、確かに前田れなと申しますって、そうそう、そこに入るまでは結構ガチめのサークルにいて、なんかトップ100目指しましょうみたいな、そういうサークルにいて、でもなんかだんだんちょっと追いつけなくなって、そちらに、そう、結構あの、キャストの方がたくさん所属しているサークルになるので、あのみんなアイコンがね、自分のキャラクターだからすごい分かりやすい、すごい、そう、楽しそう、え、はい、来る、来る、え、行きます、ぜひぜひ、みんなでシューズの交換しようよ、あ、やった、そうそうそう、そうそうそう、投げ合おう、はい、じゃあちょっと後で、あの、よろしくお願いします、やった、嬉しい、誘います、そう、なんか女性声優いっぱい誘えるように、私があの、誘える権限をいただいたので、管理者なんだ、そう、管理者の権限いただけたので、やったー、じゃあ後で、はい、ねー、なんか、あの最近さ、やっぱりなんとか杯、なんとか杯とかさ、いっぱいやってるけどさ、一応なんかそれで、なんかこう B グループだと優勝とか1位になれたりとか2位になれたりとか結構いいとこまで行くんだけど、でいっぱいさ、なんかこう、なんていうの、自分の名前の横にさ、あるなんとか杯とか書いてる、 あるさ、あ、称号、称号、そう、称号もらえてさ、あ、称号超えちゃおっかなって思うんだけど、なんかやっぱりずっと温泉博士のまんまでいたい気持ち、温泉博士いいよね、やっぱり、なんか温泉博士でいたいっていう気持ちが強くて、ずっと変えられないっていう悩みがあります。確かに私もなんか小金持ちとかちょっと
称号つけてるか覚えてる？私多分キングヘイローとの出会いのままでずっと。わかる。私も最初それにしてすぐ温泉博士に。温泉博士通るよね。絶対通るよね。そうそう、みんなで。みんなもね、温泉博士にするのおすすめします。はい、ということで振り返りは以上になります。最後に10月19日火曜日にパカライブ TV ボリューム10が生配信予定です。出走者の情報など詳細はウマ娘公式ツイッターをチェックしてみてください。どんなことやるんでしょうね。ハロウィンかな。ボリューミーだもんね。なんか最近ね、またセットもすごく豪華になったり、なんか噂では制服が新調されたらしいっていう。なんとなんですね。ね、なんかどん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 進化していくと思うので、楽しみ。ぜひぜひね、皆さんも楽しみにしていてください。はい。はい、では続いてはそこそこやりたいことのコーナーです。うん、私たちがこの番組でそこそこやってみたい、見てみたいコーナーを考えちゃいます、うん。はい。いいアイディアはそこそこなプロデューサーが実現に向けて動き出すとのことです。ちょっとそこそこなプロデューサーってどうして、誰なんだろう。なんか私結構そこそこじゃなくて、ガチガチにやりたいガチガチプロデューサーにちょっとなんか聞いてみたいんですけど、私待機シャトルちゃんと同い年で、28ってか、あの待機シャトルちゃんが3月生まれで早生まれなんだけど、学年的には一緒で、3月から6月までの間の3ヶ月間だけ同じ誕生日、同じ年の期間があって、その3ヶ月の同じ年の期間に写真を撮りに行きたいっていう夢がありますよ。これは結構そこそこじゃなくてガチガチにやりたい。なんかやっぱりせっかくウマ娘だから、ナンバーワンを決めるっていうことをやりたくて、でナンバーワンでも世界を取りたいということでギネスにチャレンジ。ギネスにチャレンジ、どう？これで世界になれるよ。種目は何でもいい、何でもいい。なんかもうティッシュ早抜きとか、そういうのでも、なんかパンツ早脱ぎとかわかんないけど、いろいろあるじゃん、不思議なやつとかも。それはなーみたいな。でもなんか150枚とかライブとかでさ、できそうじゃない？なんか結構セカンドライブの時にうまぴょいを最後に、なんか4連続うまぴょいとか、なんか5連続うまぴょいぐらいやったじゃない？なんかあれのギネス。確かに新しいギネス作ってもいいわけだもんね。そうだよね、新しく。じゃあ連続うまぴょいだ。でも4回はもうすでにギネスなのでは？確かに認定され、ちゃんと認定、公式で認定されてないだけで、私たちが多分一番多くやってる。ねえ。やろっか。ちょっと今チラって見られます。やります。なんかトレーナーさん含めてみんなで作る感じがいいよね。なんかキャスト陣だけじゃなくみたいな。確かにみんなで世界を目指す。そんな大きなことの後で大変恐縮なんですけど、私あの乗馬したことなくて、なんであの乗馬してみたいです。いいね。馬さんに乗ってみたいですね。結構高いよ。ね、なんかすごいコツとかいりそうですもんね。なんでちょっと触れ合いたいなっていう気持ちがあります。確かにみんなでそこそこに触れ合おう、なんかこうそこそこに餌あげたりとか、そうそうそう、はい、してみたいなって思ってます。はい、というわけでそこそこやりたいことのコーナーでした。続いてはそこそこ継承トークです。わー。前回の出走者が決めたテーマ、そこそこ丸々な話の中からテーマを選び、一人ずつトークを行い、最後に次回の出走者が話すテーマを決めるというコーナーです。前回上がったトークテーマは、ちなみちゃんからそこそこ怖い話、そして大和田ちゃんからそこそこ好きだけど共感を得られそうな、得られなさそうな話、そして橋さんからそこそこ可愛い話です。この中から1個選んでそこそこなトークそこそこな尺感でそこそこな尺感でね、そこそこやってくっていう。どれがいいかな。なんか、ね、皆さん
こうなんか怖い話聞きたいっすねみたいな、あスタッフさんがね、そう言ってた、あったけど、じゃあ私からそこそこ怖い話いこうかな。これなんかさ、うん、最後になればなるほどさ、オチっぽくなっちゃいそうに。確かに。次行こう。どうしよう、じゃあ私からでいい？うん、いいよ。はい、そこそこ怖い話なんですけど、なんかすごい怖そうな入っちゃった、なんかモードに。あれは私が20歳ぐらいの時、夜一人で寝ていたんですよ。2時くらいだったかな。急に体が動かなくなって金縛りにあったんです。目だけが開けられたので、そっと目を開けたら、天井からちょっと透けたブルドッグが走ってきて、目の前でふって消えた。ブルドッグのお化け？ブルドッグの幽霊が出て、そこからそういうのに詳しい霊感あるよみたいな人に話を聞いたら、あー、土地霊だねって言われて、ブルドッグの土地霊が出たらしい。ブルドッグの土地霊。そう、なんか私も不思議と怖くなかったの。なんか金縛りまではすごい、何これ、これが噂に聞く金縛りみたいな、初めてだったからなったんだけど、パッて目開けた瞬間、可愛くてよかった。そう、しかもなんかブルちゃんって呼んでんだけど、まあ、ブルちゃんだったからなんかまあいっかみたいな、可愛い。なんかその私のところに来る前に一周、ちょっと天井のあたり一周してからこっちに向かってきたから、なんか遊びたかったのかなみたいな処理してる。でもガチのなんか例の話出てきた、今どうしようって。でもほら、面白い話、ブルちゃんでなんか可愛い成分入ってるから、そこそこ怖い話。いや、ちゃんと面白い話だったよ。そこそこ怖い話でした。はい、じゃあ続いて、さすが、続いて、じゃあちょっと私も怖い話しようかな。あ、でもなんかちょっと喜んでた。の、なんだ、解釈が違うかもしれないけど、私、大和なでしこの帰国子女の役を出してもらってるじゃないですか。なのに、英語がちょっと苦手なんですよ、英会話が。で、銀座をね、何年か前に歩いておりまして、その時にですね、日傘を差してたんですよ、暑かったから。ビビアン・ウエストウッドの日傘を差してたんですけど、それを見た外国のカップルの方が、あ、ねえねえお姉さん、その傘かわいいね、どこのって聞いてきて、そんな真剣に聞かないで、そんな真剣に聞かないで、ラフな話だから、怖い、そんな怖くないから。ねえ、それでそう、それでなんか、あ、これはね、ビビアン・ウエストウッドって、外国のさ、ブランドだからさ、通じると思うじゃん。で、ビビアン・ウエストウッド、ちょっと、言われて、え、あ、違うか、ビビアン・ウエストウッドみたいな、そう、いろんな方法で、ビビアン・ビビアンとか、ビビアンとか、いろんな言い方を出しても全然通じなくて、みたいな、カップルですごい、なんかもうこの人何言ってんのみたいな、待ってるから、これはじゃあペン体で打って文字で見せればわかるかなと思って、ビビアン・ウエストウッドって出したの。そしたら、おお、ビビアン・ウエストウッドって言われたの。怖すぎじゃない？なんで最初のビビアン・ウエストウッドで通じないの？そんなになんか違ったって。言ったじゃん、同じやつ最初言ったって。それそれみたいな。そう、途中のビビアンヌとか言ってると返してとかって恥ずかしいから、だからもう英語で話しかけてほしくないなって、英語怖いなって話でした。なんだったらロゴで分かりそうだけどね。そうなの、分かってもらえなくて、なかなかね。え、じゃあちょっとよりちゃん、ちょっとどうしよう。本当にどうしよう。
や、私が思う怖い話は、うんうん、怖い話ってくれ、全部怖い話そうですね。まさにこの、うん、いろいろこうお話をされている中、うん、そこそこ怖い話っていうトークテーマでありながら、うん、結構そのオチがしっかりしているのと、あの面白い話をぶっ込んでくるこの今の現状が怖いですね。今が怖い、怖いですね。怖い、私どうしよう、なんかあのその前に、うん、あの、うん、お手洗い行って、うん、あの自動明かりセンサーあるじゃないですか。あ、うん、であの明かりセンサーがあって、入って最初ついて、あのしばらくしてると消えるじゃないですか、うんうんうん、じっとしてると。でその後に、うん、あのヘドバンをしたのに全くつかないっていう、いるよっていうね、アピールね。そう、すごいすごいアピールしても全くつかないっていうのが、うんうん、まあ、そこそこ怖い話かなっていうのをすごい考えてたら、用意してたの。それはそこそこ可愛い話だよ。そう、可愛い話だよ。ヘドバン決めちゃうのは。じゃあ私自身が幽霊だったのかもしれないみたいなオチをしようと思ったんだけど、怖いね、全然怖い、それ怖い、急に怖い話だ。それ全然インパクトが薄いのが一番今日怖い話でした。音がよろしいようで、音がよろしいようで。では、次回に提唱されるトークテーマを決めちゃいましょう。じゃあまずは私からこちら、でで、うん、そこそこ食いしん坊な話。好きだなーって、食いしん坊話ですよ、うん、はい。まあ、私自身ね、ちょっと食いしん坊なんですけど、うん、あ、これスキルの方じゃないですよ。そう、栄養補給かね、食いしん坊か。はい、結構食いしん坊 で、うん、でこういうご時世になる前に牛丼を、うん、テイクアウトして、で好きなお店が一駅前、自分の降りる駅の一駅前の駅にしかなくて、うんうん、あ、じゃあ一駅ちょっと買ってテイクアウトして歩いて帰ろうって思ったんですけど、もうどうしても我慢できなくて、うん、もうえ、まさかは。そう、歩き牛丼、まさか。歩きながらほかほかの牛丼を食べて、でもすれ違う人すれ違う人がもうすごい見てくる。どうやって、いやもう箸で、そうそう、箸で、箸で、変だよ。こうやって食べながら、でなんかちょうど今ぐらいかな、10月ぐらいだったんで、うん、いい感じに湯気がすごい、うん、みんな食べたくなるけどかっていう感じで、これはなんか自分自身今ここなんか誰かに写真でも撮られたら、うん、大変なことになるぞって思いながら、うん、我慢できないんだ。そう、ちなみにネギだくつゆだく派です。はい、っていう話をね、そこそこに。そこそこじゃないよこれ。まだね、先が私あるんで、これがそこそこなんですよ。バリバリだと思った、はい、すごいな。まだです。じゃあ続きまして、はい、じゃあ私、うん、はい、そこそこハマっている話。おお、ハマっているもの、うんうん、私が最近そこそこハマってるのは、あの YouTube で、うん、ライブカメラっていうのを見るのがハマってて、うんうん、なんか例えばなんか朝の番組とかでさ、こうスクランブル交差点で、あ、そう、点々で撮ってあるみたいな、うんうんうん、ああいうとこ流れるのが、うん、なんか歌舞伎町とか、なんかそういう街もあるし、あとはね、石垣島のお星様、うん、その夜空をずっと映してて、流れ星をみんなで観察しましょうっていうのを、うんうん、昨日はずっと夜見てたりとか。すごい。そう、流れ星、あとカノープス、でお星様なんだけど、あのカノープス、あのカノープスなんですけど、あれお星様なんだって初めて昨日知ったんだけど、うん、をみんなでなんかこう見てたりとか、あと淡路島のモンキーセンターの定点とかもあって、うん、モンキーたちが、そう、モンキーとか鹿とかがなんかこう自由に動いてたり、あと観光客の皆さんとかの様子とかも見れて、なんか、あ、いろんなところでいろんな人たち、いろんなものたちが生きているなって感じられるのが好き。すごい、なんか神様の視点してる。ゴッド、ゴッドですね。そう、海外のね、土地の空気を感じたりしてる。ハワイとかはいろいろあるのよ、本当に。すごい、全部見て、うん、問題ないですね。そう、私神なのかもしれないな。神なのかもしれない。ゴッド前田、見てる世界、私が見てるから今日も平和だって。
確かにいいですね。そう、平和であってほしいからね、うん、見てね。それがそこそこハマってます。はい、はい、そして、うん、じゃあいきますね、うん、そこそこためになる話。いいね。ちょっと聞いてみたいなと、うん、思ってまして。まあ、でも私自身は全然あんまりためになる話は知らないんですけど、でも本当に、うん、あのベッドから起き上がる時は、うんうん、あの上を向いたままこう起き上がってくるんじゃなくて、うん、一度横向きになってから手でこうやって押して起き上がると腰に負担が少ないですよ。そんな感じの明日からやる。明日からできる。ぜひ、はい、絶対これはさ、うん、ためになったね、なったようで落ちが出るからいいよね。締まるよね。いいテーマだ。感じで、はい、ということで次回のトークテーマは、私のそこそこ食いしん坊な話と、そこそこハマっている話とそこそこためになる話。はい、この3つに決定です。次回出走する皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてトレーナーの皆さん、そこそこ話してほしいテーマなどありましたら、ハッシュタグパカライブ TV をつけてツイートしてください。以上、そこそこ継承トークでした。さあ、あっという間にエンディングのお時間です。2人とも今日はどうでした？本当もう終わるのって感じ。あっという間。早い、うん、めっちゃ楽しかったです。来週もやる？来週もやる？じゃあ自分たちで食いしん坊な話と合ってることとためになった話。いやでも本当さ、なんかずっと喋ってられるっていうか、うん、なんかこう、うん、まだまだあの裏話とかもね、うん、話したいことね あるから、うん、また私たち呼んでください。ということで、番組のご意見ご感想質問や話してほしいトークテーマなどありましたら、ツイッターでハッシュタグパカライブ TV をつけてぜひツイートしてください。ということでトレーナーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。今後もパカチューブチャンネルでは様々なコンテンツをアップしていく予定ですので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回のそこそこパカライブ TV もぜひご覧ください。せーの、バイバイ。